その進路を決めようと思った時に、はい、あの父の持ってる雑誌を見たんですよ、うん、好きなんですかね、うん、でも好きじゃないとやっていけない仕事なんで、うんうん、前回、無農薬農家の、国分さんよりご紹介いただきました、柳川町真言宗の、上昇院というお寺の渡辺淳庵と申します、今日はですね、同じ柳川町内にあります、パティスリークリスカさんに、お邪魔しております。それでは新井さん、じゃあお願いします、はい、自己紹介を、はいはい、伊達市柳川町にある菓子工房クリスカというところで働いてます新井翔太です。一応去年の7月に東京から戻ってきて、まだ1年経ってはいませんが、うんうん、まあ厨房の皆さんと楽しくお菓子作りをしてます、うん、はい。まあ、私が、まあ、今回ね、その幸せの数珠つなぎという、企画だけども、いくつかあるね幸せの中で、あの私の他の何個かの幸せの中で甘いものが大好きっていうね、そういうのがあって、いつも甘いもの、私に幸せな甘いものをいっぱい提供してくれるお店の、パティシエさんなんですけど、はい、まあ、今日はいろいろねちょっとあの、はい、聞きたいことがねあるので、はい、いろいろ聞かせてくださいね、はいはい、よろしくお願いします。はい、もともとご実家がねあのお菓子屋さんですけども、はい、あのパティシエになりたいなって思ったきっかけを。きっかけですね、はい、うん、僕はあの一応柳川でお菓子屋の息子として生まれてきて、うんうん、で物心ついた時から、うん、厨房の活気ある音を聞いて育ってきたんですけど、うんうん、やっぱり子どもの頃からやっぱ親の後を引き継ぐ、うん、継ぐって思ってきたわけではないんですよ。あ、そうなんですか。もともとはもうその時から建築物建造物とかあの部屋インテリアとか見るのがすごい好きで、で、まあ、本屋で雑誌とか見たりとかして、うん、で流れ的にそういう業種に、うん、まあ、行きたいなって思ってたんですよね、うん、でもやっぱ若いのでちょっと考えが甘い、うん、自分がこう高校のその、まあ、就職、うん、進学、うん、その進路を決めようと思った時に、はい、あの父の持ってる雑誌を見たんですよ、うん、お菓子の専門書なんですけど、うん、はい、その時にその当時新しいお店がその国内にたくさん、うん、まあ、出てきた年、うん、ちょうどいろんな綺麗なお店が、うん、そのオープンしだした時の雑誌を見て、はい、うん、もうその時にあ、これかな、自分の中で思ったんですよね、うん、その自分のその理想とするそのお店作りをして、うん、その自分の考えたお菓子を並べて、うん、でお客様に食べてもらう、でそこからですね、うん、僕がお菓子屋になりたいと思った、うんうん、はい、ありがとうございます。もともとじゃあ先ほどあのおっしゃってましたけど、まあ建築ね、建築関係のものに興味があったり、インテリアとかそういうものに興味があったりとか、まあ共通して言えるのがお菓子作りもものづくりですよね。あ、そうです、うん、ね、おいでやっぱりこうもうお菓子もケーキもね見た目もすごくこう美しいものが多かったりとか、そのやっぱりそういう感性的なものっていうのは
最初からまあ備わってる方なんていうのもいるんだろうけども、うんうん、やっぱりこう下積みとか修行とかやっぱそういうのは必要ですもんね。あ、そうですね。お菓子屋さんもね、はい、うその辺のお話とか何かあります？あ、なんかこううわもう大変だったみたいな。うん、そうですね、うん、やっぱり入ってみないとわからないことがあって、うん、僕はやっぱり父がお菓子屋やってたので、その父に相談した時にまずまあお勧めはされなかったんですよ。うーん、やっぱ厳しい世界。ああ、そうなんですか。で、うんうん、僕も子どもの頃から聞かされてて、うん、なのでその進路は自分で決めていいよって言われてたんですよね、うん、でも自分がその道に進むって一応父も喜んでくれて、うん、いざ入ってみたら、うん、もう本当に厳しい世界なんですよね。はあ、まあ、うん、どの職種も、まあ、それぞれ厳しさはありますけど、うんうん、ちょっとお菓子屋は違くて、うん、僕がそのお店に入ったのが、まあ、一応東京の自由が丘にある、うん、一応厨房が自由が丘にあるお店なんですけど、うんうん、まず入って、うん、その初めにやっぱ習うのがクッキー。うーん、クッキーの仕込みからやらされる。クッキーってことは焼き菓子。あ、そうです、そうです、っていうことですね、はい、うーん、一応ジャンルとしては生菓子と、うん、あと焼き菓子、うん、あとチョコレートとか一応あるんですけど、そのポジションとして最初にクッキー、うん、クッキーなんですか。はい、あ、で僕は一応何も知らずに、はい、一応がむしゃらにやってやるっていうつもりで入ったんですよ、うん、で、まあ、後々そのクッキーを先にやらせられるっていうのは分かってくるんですけど、うん、まず教わったのがその衛生面と、はい、そのスピードと、うん、あと、まあ、綺麗に正確に、うん、でこれを、まあ、基本的に最初叩き込まれるわけですよ。ああ、大変ですね、はい、うん、で僕のお店は比較的忙しいお店だったので、うん、その60センチ ×40 センチぐらいの鉄板に、うん、まあ、100粒ぐらいのクッキーを絞ったとして、うん、それを大体30枚ぐらい一気に焼くはい、ようなお店なんですよね、うん、でそれを一人で任せられて、うん、で絞るのにも、まあ、正確さを求められて、うん、でかつ時間内に絞らないと、うん、今度焼く人また別にいるんですよ、うん、あ、割とこう流れ作業的な感じなんですね。もうポジションポジション人がいて、仕込みしました、はい、じゃあ絞りました、うん、で焼きました、うん、で詰めます、うん、でそれぞれポジションがあって、その時に僕が仕込みと絞りとを任せられてたんですけど、うん、やっぱそこで求められるのが正確さとスピードなんですね、うんうん、はあ、もうね、あの前回まあ私のインタビューの時もね、その修行っていうね、はい、言葉がやっぱ出てきた。やっぱりこう同じことのね、ずっとじゃあ繰り返しですよね。はい、ね、でもやっぱそのまあ私たちの場合はなんていうのかな、こう心の修行みたいなものなと言っていいか、まあそういうものだけども、やっぱりこう、はい、ね、お客様に対価を取ってまあ提供する、まあ、商品なわけで、うんうんうん、本当にね、大きさがこんなバラバラになっちゃってもいけないわけだし、はい、正確さとスピードと、そうです、うん、そういうのがやっぱ求められてくるって、うん、本当にあれですね、もう何回それを場数をこなしたかっていうのかかってきますもんね、はい、で僕らもやっぱり仕事なので、うん、学校じゃないんです、うん、それはもう上のシェフからにも言われてることなんですけど、うん、まず3通りあって、うん、まず初めにその見て覚えます、うん、で今度は教えられながら自分がやってみます、うん、で3回目は、うん、見られながら何も言われずにやってみます。わ、緊張しますね、はい、それね。でそこでもう終わりなんですよ。それ以降は
もうやれ、完璧にやりなさいと、はい、だからそれ以降に失敗したら、うん、やっぱり僕らもあのお客さんに提供するものを作ってるわけなんで、格好、うんうん、とは違うじゃないですか、うん、やっぱ一応プロとして働いてるんで、うん、そうですね、完璧を求められるんですよ、うん、なのでそこを補うために、うん、みんなその仕事終わりに、うん、その練習をひたすらするわけです、うん、あ、仕事終わってから そういう時間を割いて、はい、はあ、だ僕だけじゃなく他の、うん、パティシエの修行さんとかもみんな多分同じだと思います、うんうんうん、当時同じようなポジションというかそのまあ、修行仲間というかね、はい、そういう同期の方っていうのは何人かいらっしゃったんですか？あ、そうですね、僕のお店では、うん、あと他に3人行ったんですけど、うん、まあ、みんな徐々に辞めてから行ったんですやっぱ厳しい世界みたいで、やっぱみんな同じような感じでしたね、うんうん、何年勤められたんです？僕は一応10年、あ、10年は、はい、一応頑張って、うんうん、その間にもやっぱりいろいろありましたね、うん、やっぱりね、修行下積みは大変だけども、やっぱりこの達成、まあ、達成感だったり、はい、やっぱり自分の中でこう腑に、ね、落ちるものがこうできた時の楽しさ、うん、嬉しさとかね、そういうものは大きいですよね、はい、うん、なんか達成してから分かりますね、うん、やっぱり若い時しか怒られたくないじゃないですか、うんうん、若い時にもがむしゃらにそのダメなところを指摘してもらって、うん、でその次に自分がその立場になっていく、だからもうその時はもうひたすら、うん、まあ、勉強だと思って頑張ってました、うん、頑張ったんですね今こうやってあのご実家の方に帰ってこられて、はい、あの本当にこう新作の、ね、ケーキがもうどん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 出てきててね、もう私ももう美味しいものばっかりで大変困ってます本当に、おかげさまで、うん、それでああいうもののそのデザイン、はい、もういろいろもうかっこいいじゃないですか、もう見た目が、 ありがとうございます、うん、ああいうものを作る時のデザインだったり、そういうもちろん中身の味っていうのももちろん大切だけど、まずデザインとかああいうものって何かを参考にしたりとか、どういうアイデアから、なんかこう自分こういうことをあれ参考にしてますよとか、はい、あのなんかありますか？ ありますね、うん、何通りかあるんですけど、まず僕ショーケースを見た時に、うん、色をまず見るんですよね、このショーケースにね、はい、うん、例えば、まあ、大体お菓子って茶色のイメージありますよね、うん、そうですね、白か茶色、はい、で白か茶色だけだとちょっと物足りないじゃないですか、うん、その時にここに赤入れたいなとか緑入れたいなとか、あ、なるほど、でそこから入って、うん、その時に緑だったら、うん、ピスタチオかな、抹茶かな、うんうん、あとはライムかなとか、うん、そういう感じで入ってって、うん、あとはその自分が修行時代に集めたレシピとか参考にして組み合わせて作っていくんですけど、うんうん、やっぱりその時にその修行時代やっぱ食べ歩きをもうものすごくしたんですよ、うん、あ、やっぱりする、はい、そうですよね、しないとあれですもんね、はい、その味、その組み合わせを考えた時に、うん、そのいろんなものを食べてたら、うん、だいたい組み合わせの味って頭に思い浮かんでくるんですよね、うん、例えば、まあ、パッと浮かんだのがヨーグルトとカシスと、それも食べてみないとわからないじゃないですか、うん、だから基本的にその修行時代は、うん、まあ、何でもその自分が食べたことないこの食べて一応味を覚えて、うん、で あの味良かったなって言ってそこに近づけるような組み合わせをこう考えて、うん、一応試作はしてますね。あ、そういう感じで、はい、味の方はできていくんですね、うん、あとはデザインは、うん、やっぱり
僕その何もないところからこう創作するっていうのはちょっと得意ではないんですよ。うん、僕がいつもしてるのはもういろんなお菓子を見る、うん、でまあ、基本的には海外のもの、うん、海外の洋書、うん、雑誌をかき集めて、うん、もう普段からそれを見て、うん、でそうするとこうパッと見た時にその記憶の中にあるものがこうなんていうんですかね、そのとこにこうインプットされるっていうか、ああなるほど、パッて開いていくんですよね、うんうんうん、まあアイデアが浮かぶわけですね、はい、うん、基本的に見て、うん、まあ、真似って言ったらちょっとおかしいんですけど、うんうん、そんな感じですかね。おしゃれですもんね。本当にお部屋なんかもねすごくおしゃれですよね。本当ね、で本屋さんなんか行ってもやっぱりね一直線にもうねそういう、ね、何ああいうお菓子とかね、はい、そういう美術系の中本みたいの並んでるとこ行ったりこう見たりとかね、やっぱりねそういうまあ綺麗なものとかいっぱい見るのは大切ですもんね。好きなんですかね、うん、でも好きじゃないとやっていけない仕事なんで、うん、ちょうど良かったかなって、うん、じゃあ一つのその、まあ、ケーキ、はい、まあ、焼き菓子等々もこうできるのにやっぱりこう相当試作をして、うん、実際に味見をしてね、これとこれ組み合わさったらこんな風な味になるんだろうな、あでもちょっと違うなってやっぱこうねすごく繰り返してやってるわけですもんね、はい、でもすごくもう食べる私たちからしたら本当にもう目でも楽しませてもらえるし、はい、やっぱりね、あこれってこんな感じの色だからあこんな味なのかななんて思ってね、こうやっぱ食べると本当にいつも本当想像以上なその奥深いものがねあったりとかね、わあこんなみたいな本当やっぱなんかパティシエさんってすごいなと思います。あとですね新作がすごく最近ね多いですよね、お菓子もケーキも、はい、その中でなんかこうあなんかみんなにこれ食べてほしいなっていうようななんかお菓子ケーキはありますか、はい、あそうですね、一応最近、うん、新しく作ったお菓子が一つあって、うん、はい、で一応形からそれは考えてて、うん、大体お菓子屋さんって基本的にパウンドケーキ細長いパウンド型っていう型で焼いた、うん、バターケーキがあるんですけど、うんうん、それをクングロフで、クングロフってばっかになった、ああなんかこんなモヤモヤってなってる、うんうん、あれ一応クングロフ型っていうんですよ、はい、あれで焼いたお菓子を最近出したんですよ、うん、ああそうなんですか、はい、で味が、うん、チョコとオレンジピールと、はい、あとドライチジク、うーんでフルーツをグランマルニエっていうオレンジのお酒があるんですけど、うん、それにつけて、うん、でそれを混ぜ込んで焼いたお菓子が最近、あ最近ですか、はい、出たんですよ。私多分まだいただいてないですね。食べてないです、ぜひ食べてください、はい、うん、なんか話聞いてるだけでも、はい、はい、今度買いに来ます。あ、ありがとうございます。いい感じにできた、あよかったら、はい、わかりました、はい、まあここは柳川と伊達市柳川っていう場所ですけど、まあまあそれに限らず何か今後のご自分の何か展望っていうのは何かありますか、はい、ああ展望ですか、うん、一応考えてはいるのが、うん、一応僕の中ではまず継続なんですよ。大事ですね、はい、継続やっぱ、はい、2代目って結構難しいって僕は考えてて、うん、この30年以上続くお店をやっぱり僕の父が守り続けてきた、うん、お客さんも来ていただいて、うん、
でここからやっぱり変わっていかなきゃいけないじゃないですか、良くも悪くも、なのでその時にその僕の色に染まった時にどうなるかやっぱ不安なんですよね。その時にまず受け入れてもらえるようにひとまず継続、味を守りつつ少しずつ僕の味も、理解してもらって、美味しいって食べてもらえたらなと思ってて、でそこから少しずつやっぱり僕も目標があって、その東京でお世話になった方たちにやっぱり受け継がれたものはあるんです、はい、あのアイス、アイスですか、はい、はアイスの、その、作り方と、はい、あと機材もいただいたんですよ。はあ、アイスも作られる、はい、一応やってたんです。あ、そうなんですか。一通り今はまだあれですよね、はい、アイスはない、まだやってない、まだやってないですよね。わあ、楽しみですね。いずれはアイスですか。そうですね、はい、なんか少しずつ、自分の方も変わっていけたらなと思ってます、はい、もうね、美味しいものを本当に、もう甘いもの大好きな私なので、本当にもうここに来るとね、もう目移りがして本当ね、大変だけど、本当に柳川の人たちね、この伊達市の人たちにね、はい、美味しいものをどんどん提供して、はい、素敵なものを、ものづくりをね、はい、していってください、はい、もうすぐ近くで応援してます。 ありがとうございます。はい、それでは最後の質問になります。これお約束みたいなんですけども、はい、新井さんにとって、はい、ズバリ幸せとは何ですか。幸せですか、うん、まあ、難しい質問ですよね。でもね、そうですね、うん、僕にとって幸せって、はい、やっぱ身近にあるものだと思うんですよね、うん、一応もう今はもう仕事にがむしゃらに向かって、うん、もう仕事中心の生活にはなってるんですけど、うん、その中でまあ、自分の中で、まあ、些細なことでも何でも幸せになるんですよ、はい、例えばその試作ケーキがうまくいったとか、うんまあ、ちょっとした幸せですよね、うん、あとお風呂入った、うん、それも幸せあとそのベッドに入った瞬間のああ疲れたってあの幸せ、うん、何でも基本的に幸せ感じるようになってるんですかね。でもやっぱり お菓子屋さん的にはやっぱり、うん、その職業柄その、うん、幸せをお客様に提供する、うんはい、でその自分が提供した幸せの中で、うん、そのお客さんから美味しかったよと、うん、言われた時も僕も幸せになるんですよ、うんはい、だから幸せを提供していただいて、うんもう素晴らしい職人だったなって自分が、はい、思ってますね、はいうんまあ、お菓子作りの中でのね、はい、そのものづくりの試行錯誤そういう部分をね毎日繰り返して新作ができて、はい、それを提供してお客さんに食べていただいて、はい、美味しかったよわこれ素敵だ ねそういう言葉っていうのはさらにまたね励みにもなりますし、はいね、そう言っていただけるとまたゆっくりお風呂も入って寝れますし ね幸せがこう続いていきます ね、はい、ねそういうルーチンってあいいです ね、はい、本当に私結構な頻度でもう昔からお気に入りのお店なんですが息子さんが帰ってきてからね本当にメニューがダーッと変わって
もう来る頻度もう本当にちょっと多くなっちゃってねもう本当にこんなねブクブクこうねダメですね、ちょっとダイエットしなきゃとは思いつつ、本当ですよね、思いつつね、僕もあそうですか、やっぱりお菓子好きな人は、うん、お菓子屋さん向いてないのかもしれない、うん、でもね試作こうなんて言うんです、食べないとね、はい、作ってあれですからね、もう、はい、知らないうちに食べちゃうんですよね、はいはい、あんま良くないですよね、うん、でもそれもやっぱりね皆さんに幸せを、ね、幸せになっていただけるような、それがね新井さんの幸せでもあるから、あのいいと思います、それでそうですよね、はい、幸せです、はい、あの本当にあの応援しています、ありがとうございます、あの美味しいお菓子を、はい、楽しいお菓子をこれからもいっぱい作ってください、はい、はい、私もどこまでもついていきます、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。